はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、寒い。寒いです。寒いです。ビールですね。生ビール。これは、ローソンで買ったんだったかな。ネルソン・ソービンの神髄。ネルソン・ソービンの神髄。アルコール度数 5% のビールです。知らないですね。値段がね、280円ぐらいした。高い。原材料がバックアウトホップ。販売者がジャパンプレミアムブリュー株式会社。で、製造者が札幌ビール株式会社ですね。これ、すごい珍しいですね。本来、製造者がこのジャパンプレミアムブリュー株式会社とかだったらまだわかるんですけど、製造者が札幌が作っていて、販売がジャパンプレミアムブリュー株式会社っていう、なんか普通だったら逆なはずなんですけどね。こういうのって、ね。ネルソン・ソービン・ホップとは、白ワインを思わせる香り。本商品では、ネルソン・ソービンの神髄とも言える香りを低い温度でじっくり引き出しました。まあ、いいや。これはなんか、いいや。とりあえずいいや。あとで読もう。なんだ。あれか。びっくりした。なんかと思った。うん。あ、これはあれだな。ペールエールっぽい。生まれ故郷がニュージーランドにあるワインの名城地、ネルソン地区。名前の由来、ネルソン地区で飲み慣れたソービニオンブランワインと香りがそっくりだったため。カピー。苦い。うん、ちょっと苦いな。ちょっと苦いですね。うん。ペールエールだな、これ。なんて言えばいいの、これ。うん。あれだよね。寒くなっても、ビールは、結構俺好きなんで飲みますね。札幌ホールディングス株式会社のグループ会社であるジャパンプレミアムブリューはこちらの商品を2017年の10月の3日より発売。うん。ファミマっぽいですね。ファミマで売られてる288円。高い。うん。そんなにうまいっていう、あれでもない。ペールエールだな、これ。単なるペールエールですね、これ。うん、普通の、なんかペールエール。ちょっと苦いけど、まあ、ペールエールって大体苦いもん。はい、ということで、つまみは、片揚げポテトのジャガバター味。です。よし。いただきまーす。ジャガバターだ。
これジャガバターだ、これ。ジャガバター。美味しい。このジャパンプレミアムブリュー株式会社っていうのは聞いたことないですね。特にあれだな。特にコメントしようがないな、これな。ね。誰か飲んだブログのやつを読みまーす。グラスに注ぐと白ワインを思わせる芳醇な香りが立ちます。味は喉越しが良く、ホップの苦味とコクは中程度。飲み口が余韻まで柑橘系を思わせる果実感のあるビールに仕上がっています。だって。まあ、簡単に言うとあれだよね。ペールエールですね。何も言うことはない。多分ね、目つぶってね、出されたらね、全然わからん。これペールエールですって言われて、いや、もう目つぶってんのもなくても わかんない、これペールエールですって言って目つぶって飲んだら、ああ、ペールエールだなって納得する。だからぶっちゃけて言うと、何がネルソン・ソービンのホップだっていう話を、だってさ、こんだけさ、ネルソン・ネルソン・ソービンの神髄とか言ってさ、意味不明なさ、なんかさ、ドヤ顔してるけどさ、ぶっちゃけ飲んだらさ、ただのペールエールじゃねえかって。味。もうちょっとなんとかならんかったかね。最近ね、やっぱ俺は日本人だなと、思いますね。というのも、ペールエールとかね、飲んで、ね、なんかね、大してね、美味しくないように感じてきた、ペールエールは。マジで。めっちゃけ飽きてきた。ペールエールはもう飽きた。あのね、ピルスナーがね、いいっすね。ピルスナー。ピルスナーだな。
やっぱり、うん、ピルスナー、うん、もう普通にあの前みたいにあのあれあのケンタッキーとかさ食ってでそこにあのスーパードライとかをグッとねいただくとないね、文句ナッシング。あ、そうだ。あ、でもあれか。あ、もう金ねえんだよな、とにかく。よくよく考えたら、金がないんだ。28日、鶏の日だから、あの、鶏の日パック買おうかなと思ったけど、よくよく考えると俺、金ないんだった。そうそう。お金がないんです、ぼっち。お金がないので。あれですね。そんな浪費してる。まあ、ないのであります。やっぱり、日本で生まれたからにはね。っていうか、まあ、日本人なんで。うん、ああ。日本の口にあった、ペールエールが一番うまいかな。ね、感じですね。ペルエルはいいかな。3、2、4、3です。おっしゃりました。